どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はですね、ゲストを迎えておりますが、今映ってると思うんだけれども、 G ラボスタッフの、しずちゃんさんと、はい、女性のしずちゃんさんと、加藤くんです。どうもこんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いはしまい、す。今日はね、2人と僕と一緒にね、2024年8月の、G ラボウクレレ販売予約のお知らせをさせていただきたいと思います。はい。いつから、販売と予約スタートになるかというと、明日です。2024年の、8月の21日、1日の、お昼ちょうどからということになっております。はい。もう夏真っ盛りでウクレレ、みんな楽しんでいただいていると思うんですけどですね。まあ、G ラボウクレレ。まあ、いつもね、ガズが YouTube で使っている最強最高のウクレレなんでですね、ぜひ皆さんこれを機に、ゲットしていただければなというふうに思うんですけど。とはいってもね、やっぱりその種類によってはすぐお届けできるものもあれば、やっぱちょっとお待ちいただいているものもあるということで、話題の旅レレなんですけど、旅レレ。旅レレね。この旅レレはですね、ちょっと、ただでさえお待ちいただいているように、ちょっとこの間、また遅れちゃうという連絡をさせていただいた方がいるんですけど、まあ、今はね、しっかり工場でリカバラして、どんどんまた生産を増やしているということで、まあ、これも結構お待ちいただいているということなんですけど、納期の確認は、ちょっと皆さんそれぞれモデルによって変わっているんで、ちょっと購入の時にね、気になる方確認していただきたいんですけど、まあそういう時のご対応をですね、実はしずちゃんさんと加藤くんが、やっていただいて、いろいろね、ベトナムから来るウクレレをこう最終チェックしたりとかしていただいているということなんですけどですね、比較的すぐゲットできるウクレレが今あるのは何ですか？ハイエンドモデルのヴィンうん。テージですね。ヴィンテージシリーズ。ヴィンテージシリーズ、今ここに1本あります。はい、これ。めちゃめちゃいいですよ。これ、メイプルトップで、これ、ヴィンテージシリーズっていうウクレレなんですけど、ギブソンの上田社長が持ってるウクレレをも、あの、モデルにした、すげえいいウクレレ。これが、まあ今、コンサートなんですけど、これ、サイズもですか？いろいろある？ソプラノもあります。サイズもソプラノもここにある。ソプラノ。はい、これがソプラノ。こうやって見るとだいぶ大きさが違いますけどね。ソプラノとコンサート。はい。いやー、これだと、結構比較的に、即発送ができるかなと。これめちゃくちゃおすすめです。G ラボのウクレレたちってね、今これヴィンテージシリーズでしょ。あとこれガズモデルだったり、今出した旅レレだったり、薄レレだったりとか、まあ、すごいいっぱいラインナップがあります。今ちょっとここに、ずらーっとこういっぱいウクレレのテロップを書いてるんだけど、こんだけのモデルがあって、プラスセミオーダーがあるんですけど、どんなウクレレがどんな個性があって、どんな音するのかなっていうふうにみんな知りたい方多いと思うんで、概要欄にですね、ガズが全てのウクレレを試し弾きしてる動画を貼っとくんで、まあ、ウクレレ興味ある方、音色とかね、弾き心地もガズがレビューしてるんで見ていただきたいなというふうに思います、ということですね。でね、あと今回ちょっとね、すごい大事なお知らせがあってですね、僕らでちょっと、話すよりも、G ラボ代表ミスター上田氏がですね、話して、ついさっき僕が、G ラボ代表の上田さんとですね、ちょっとすごい濃厚な打ち合わせをしているときに、そのね、お伝えしたいことを収録してるんで、ちょっとそれをまず皆さんに見ていただこうというふうに思います。これ、大事なお知らせです。ではちょっとご覧になってください。どうぞ。はい、そういうわけで、今、上田さんとオンラインで会議をしてたんですけど、まあ、この、会議の映像をちょっとね、今回のウクレレの販売予約募集期間にちょっとシェアできればなと思って、急遽今、録画をしています。どうも、上田さん、こんにちは。よろしくお願いしこんにまちす。は。この間、ベトナムに、行かれて、なんか工場の様子を見ていただいたということですけど、どんな感じですか？そうですね。僕は初期の頃のやっぱり工場をよく知ってるので、ええ、そこはですね、やっぱ変わってましたよね。やっぱりだいぶ成長してますよね。まあ、成長もそうですけど、まあ、まず一つはやっぱりこう人の雰囲気が変わった感じですよね。もう本当に変わった。いい流れですか？そうです、そうです。まあ、川上を中心として、こう、まあ、教育が行き届いてる、来てるなっていうのは正直実感しましたし、まあ、あとやっぱりちょっとこういう言い方をするといいかどうかわからないですけど、工場っぽくなってると。
ああ、確かに。前はもうちょっとなんかこう、だと野戦病院みたいな感じがありましたけどね。ありました今、ちゃんね。と整理されてきたっていうか。そうですね。で、またちょっとその工場ツアー的な感じでですね、まあ、オンラインでもちょっとお伝えできればいいなと思ってるんですけど、ああ、いいですね、いいですなんかね。ですね、うちの工場とちょっと変わっていて、スタッフで結構機械が作れる人がいるんですよ。ああ、そっか、そういうこと。オリジナルのそうマです、シそうンでをす。作れるってことですね。で、それでこう、要するにその、まあ、生産ラインをより、こう、要するに、その、なんていうんですかね、まあ、川上が思うものをこう作るために、例えばこういう機械があった方がいいよとかっていうことを結構発明してるんですよね。すごいですよね。は本い。当クリエイティビティ、本当に。そういうのが結構面白いし、おおと思いましたね、正直なところ。そうか、そう。僕の方が一回行ってますからね。あ、そうそう、ですね、上そうです田さん、ね。結構コロナの後忙しくなっちゃって行けないかも。代表でありながら、なんかちょっと聞いてないんでもで。きっとそれからもパワーして、やっぱ最近僕の元に届くジラボウクレレたちも結構クオリティやっぱりもう安定的に高くなってますからね。やっぱりそこは良かったなと。はい。で、そこでですね、ちょっと上田さんの方からお知らせというか伝えたいことがあるということなんですけど、まあ、皆さんもご存知のように、この、今、なんだ、原油とか、ドルとか、総量とかいろいろある中で、ちょっとその、お知らせというか、がある、というか、なんて言えばいいかね。そうですね、まあなんかそうですね。まあ、あんまりこう、僕、隠し事が苦手なんで、まあ、ストレートな話になっちゃうんですけども、実はですね、結構やっぱり、いろいろな、こう、コストが高くなってしまってると。まあ、ぶっちゃけ物の値段がすごい上がってるっあ、てそうこでとすなんでね。すよまあ、ね。まず、当然、その、まあ、ベトナムで作ってるってことがあるので、まあ、対ベトナムドン。ドン為替ね。問ベ題トちょっナとム高の通いか貨もはしれドない。ンっていう通貨なんですよね。それはい。のレートがやっぱちょっといろいろ変わっていると。まあそういったものもですね、やっぱりまあそう、あのまあ向こうでこうやり始めた当初よりも非常にやっぱりレートが悪くなっているということがまず一つありますし、あとまあ、総量ですよね。総量ですね。総量はい。もいっぱい、僕たちも努力していろいろ船を変えたり飛行機に変えたりいろいろやってたんで。もうおっしゃる通りで、で、まあ、これもですね、やっぱりまあ、スタートした当初からいくともう2倍どころじゃ効かないんですよね。やっぱそんなに違うんですか。2倍っつったらまあそうなんですよね。結構なことなんですよ。で、確かに、まあ、当然その、まあ、先ほどちょっとガズさんもおっしゃってましたけども、原材料費ですよね。そう非ね。常にやっぱり上がってきてるということもあってですね。で、正直、やっぱりこうその中でも、このまあ、上がり始めからずっとですね、いろいろこう工夫しながらやってきましたっていうところもあったんですけども、やっぱ先のことを考えてっていうかですね、まあ、今後、まあ、いろいろこう調整をしていく過程の中で、どうしても1回はちょっと値上げをしないとまずい状況になりましたと。まあ僕もというそのれがはまあ現ちょっ状でとすね。正直かなと思ってましたね。なので、ですね、まあ、ちょっと急にはなってしまうかもしれないんですが、まあ、一応その9月。9月ですね。はい。そういうこと9です月ね。のですね、販売のタイミングですね。毎月1回やってるの販売のタイミングのところから、まあ、ちょっと値上げの方をさせていただく方向で今検討してますと。で、まあ、どのくらいかっていうのは、今ちょっといろいろ、今もね、この動画を回す前からいろいろ話してたんですけど、やっぱりちょっと、今一概にいくらですっていうふうに簡単に出せるもんじゃないんで、またちょっと追っかけになるのかな。そうなんですよね。で、要はですね、現実的にやっぱりここまで値上げしなきゃいけないだろうということと、もっと工夫してその値上げ幅をこう下げられないかということで、結構今、その葛藤してまして、まあ、そうなんではい、す。まあ、正直なところ。で、やっぱりこうその、割とですね、今、改めてごめんなさい、僕がちょっとこうどんぶりやってしまってるのがよくないんですけども、ちょっとその、こう、製品によっては本当にこうそういうのこのままやっちゃうと、もう超赤字じゃんみたいな。そうしたらあっもうたブりランと。ドの継続すらちょっと難しくなっちゃうからで、ね。なので、一旦ちょっとこう精査をして、で、なおかつやっぱりこう、その、まあ、今、生産ラインの見直しであったりとか、まあ、極端なこと言うと、まあ、手だれの人間を一人こう増やしたら、どのくらいこう、例えば、原価が下げれるのかとかですね。すごい職人を雇い入れたらそうでね。す。まあ、もちろんそういう候補は常にこう探しているので、実際こう、その方をシミュレートしながら、もう一番そういう、こう、とにかくその、なんていうんですかね、値上げを、まあ、僕はあんまりしたくないんですよ、本当は。もちろん。はい。なので、それがちょっとでもですね、こう、まあ、抑えれるような努力はしたいな、とそうですいうこね。とでまあ、やっだてからます。商品のクオリティとか工場の、効率もどんどん上がってるんだけど、それを要は抑えきれないぐらいのいろんな、まあ、ことがもうちょっと追いつかないぐらい高騰してるってことで、まあ僕もちょっとこれは、まあ、あるタイミングではそれしょうがないっていうかいう感じしてて、まあ世の中は日本で生きててもやっぱいろんなものが値上がりしていく中で、もう総量とかも国内でもすごいですからね。そうですね。そうなんですよ。
それもすごいですし、で、やっぱりこうその、まあ、G ラボのその方針的なことを言うと、要はこういう時っていろいろこう、やっぱりこう、まあ、じゃあ、品質をちょっと下げるとか、なんか手を抜くようなことも考いえてや、るそれはもうんです考けえられど、ないですよ、そね。こはもう入られないどころか、やっぱ上げたいと思ってるんですよね、いむやしいろ。や、もちろんそうでそのこす。とながら。そうすると、やっぱりこう、そういうことにこう、チャレンジをしていこうというところも加味していくと、若干の値上げはもう仕方がないと踏み切らなきゃいけないなっていうのがあるんですけども、それをやることによって、よりこう、高い品質であったりとか、まあ、またその、今ですね、ちょっとおかげさまで非常にこう、今予約販売っていうことで、そうですね。いや、なかなやっかちょっと。とその物がこう、行き届かないようなこともそうなんですあったね。りするんですけども、またこれもその解消しつつ、やっぱりこう、ちょっとその、まあ、少しでもですね、品質のいいものを出していきたいと。そうですね。そう、お待ちいただいている方はい。もね、すごくたくさんいらっしゃって、もう本当に、まあ、ありがたいなということなんですけど、まあ、そういうこともちょっとそれを含めて、まあ、よりパワーアップできるように、ちょっと9月からちょっと値上げになるというふうに思います。まあ、それの情報はまた追っかけ、公開していくということで、ですね。そうですね。そうそう。まあまあ、なかなか、いろいろ。でもが、G ラボも、始まって2019年からスタートしてるから、19、20、21、22、23、もう5年経っていますからね、やっぱりちょっそうといですろいろ、ね。状況もかなり世界情勢とか、まあいろんなことも、特にね、G ラボの場合は、こう、海をまたいで、日本とベトナムだけじゃなくて、ベトナムからまたどっかの国からとかね、いろんな国からまた材料を集めたりなんかしてるから、ちょっといろいろそういう状況がありますということで、お知らせをちょっとさせはていい。ただきますということで。で、まあ、またじゃ、その辺のことに関して、また、上田さんとね、皆さんにちょっと情報共有できることあったら、また新たな動画でまたお伝えしていければいいかなというふうに思いますね。はい、ぜひお願いします。またじゃあ引き続き、皆さんもなんでそういうことでございますんでですね、お見知りおきください。すいません。で、なんで8月まではだから通常のお値段でお届けできるということなんで、まあ、今回、そういうタイミングになっ充てお電りのまですすね、というはい。ことでね。そういうことで、じゃあ今回上田さん、今ミーティングの時にも無理やり、出ていただいたんですけど、まあまあ、でも良かったです。やっぱ現場からのね、声をこうリアリティたっぷりにやっぱりお伝えさせていただくのがいいかなと思ったんで、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。それでは、バイバイ。失礼します。今ご覧いただいていたようにですね、値上げをする流れになっております。まあ、それでもね、やっぱり最高のもの、最高の状態でお届けするためには、やっぱり、こういうクオリ、楽器のクオリティを落とすってわけにはいかないので、どうしてもですね、もう存続して皆さんにこの最高最高の最強のウクレレをお届けするためには、もう本当にね、苦肉の選択ということなんですけど、まあ、その分ですね、もうよりパワーアップして、いいウクレレを届けられるようにということで、ぜひ、よろしくお願いしますということなんですけど、というわけで、まあ、今も動画の中で言ってたように、8月いっぱいまでが今のお値段の最後になりそうだっていうのがまあありますから、すいません、そんなことをお伝えさせていただきますと、よろしくお願いします。そして、イベントのお知らせ、ちょっとお二人の方からお願いします。はい、9月の7、8の土日ですね、横浜のハンマーヘッドでウクレレピクニック、私たちも、出展させていただきます。G ラボで出展ということで、まあ、ここ数年ね、G ラボウクレレのブース出展をさせていただいているということですけれど、お二人行かれるんですか？2人とも行きます。すごいですね。できます。ちょっと、まだ暑いだろうけどな。ちょうど、あれ、何日だっけ？ 9 月の7、7、8、土日で僕がだから大阪の八尾でタワーレコードでイベントをやる日なんですね。そうほど。だから東京では G ラボのポップアップショップウクレレピクニックで、まあ、大阪ではガズのね、イベントがあるぞということなんですけど、なるほど、なるほど。そしたらまあ一応、展示としてはフルラインナップで持っていって、在庫があるものが、即ゲットできるけれども、まあ、ないものに関しては試走していただいて、ご注文を承るという流れに、まあ、いつもの流れになるというふうに思うんですそうけど、でそすのね。時って今話題に上ったばっかりだけど、お値段ってどうなんですか？本番、ウクレレピクニックまでは現行の今そのういうことですね。価格そので時販売。も、その時に、で予約してくださった方も、それの滑り込みってことになっていいのかね。そうです。即販 的はい。に作ってそうも、ですよね。受注を承りますね。はい、はい。まあ、なんで、そこが、まあ、ラストチャンスというか、まあ、チャンスっていうか、まあね、もう本当そういうことなんですけど、まあ、とにかく、この、8月、
はですね、そういう意味では結構大事なお知らせが、いろいろあるかなということだったんですけれども、まあでもこれを、これからまたその期間を乗り越えて芸術の秋になっていき、さらにですね、皆さんに笑顔を届けられるようにもうどんどん邁進していくぞということなんでございますけれどもですね。はい。今だからウクレレピクニックの準備をしていてくれるところかな。ね、今回結構試奏で来ていただける方も楽しめると思うんですけど、試作品とか竹のウクレレとかああいう結構試作品が多めに並ぶので、まいいだです販売ね。できてないものがちょっと今実験段階で触れるよみたいな おお、まだ開発中の目未発玉に表なのウる。クレレがいっぱい並んでますということですそうね。です。そうですね。まだそれも商品化するかどうかも決まってないけれど決まっも、てみんなな意い。見を聞いてね、またすごい反応良かったからって言って、それ商品化になる可能性もしれあないあるかもしれないからね。はい。じゃあ、その辺のご案内も多分ね、すごい、皆さん、ブース立ち寄ってきてくださいね。来てくださると思うからね。もう二人も、楽しんでやってください。あと楽器展のプロモーションステージっていうのが今回初めてそあんなるにらしくて、そこに一応 G ラボも、まあ、出展という、なんていうんだろうね、お披露思目、想を知ってもらうっていうしか、そう試な奏の。してる感加じ藤で君す。弾くの？いや、自分たちは出ないんですけど、そうなんだ。ステージを置かせて、そういうまことだか。詰めてるところです。もしかしたら分かんないですけスど、テージで弾いてもらう、その演奏ので仕もなんか方いろは。いろ面白そうですね。またその辺の話もレビューが後であったら教えてくださいねということで。はい。じゃあ、横浜の方面というか、横浜で開催されるんだもんね。はい。ウクレレピクニックっていうイベント、皆さん、もしお時間ある方は、行ってみてくださいね。9月の789？7、8です。78か。はい。3日か、また大変。はい。こっちの方もじゃあ顔を出していただければというふうに思います。はい。で、まあ確認なんですけど、2024年の8月21日の昼正午より、G ラボウクレレたちの販売予約期間突入ですよということで、チェックしておいてください。はい。それで、いつものね、ご案内なんですけど、G ラボガズレレのウクレレって、このフレットが何フレットまで、あるか自分で選べるよとか、ピックアップをつけるかつけないかとか、ウクレレの大きさもね、さっき言ったようにソプラノにするのか、コンサートにするのか、テナーサイズなのかとか、いろいろ選べる設定になってるんですよ。で、どんな風に選べるか、ちょっとわかんない方もいるかと思うんで、この時間に、もうこのすぐ後ですけどね、ご案内動画貼っとくんで、もし興味ある方は見てみてくださいということで、8月再販売のお知らせとなりました。じゃあ、またウクレレピクニックに行く方はね、お二人にまた、会う機会があると思うんですけど、可愛がってあげてください お願いはしい。ます。そんな感じで、皆さんのね、ウクレレライフはさらに輝きますように、どんどんあっちからこっちから、ウクレレから、ガズレレから、楽譜からもう山盛りでお届けしていこうと思いますので、ぜひよろしくお願いします。あとそうだ、今映ってるお二人、しずちゃんと、加藤くんがですね、全国のね、楽器屋さんにでもね、G ラボウクレレを取り扱って、いただけるように、今、ちょっとなりつつあってですね、概要欄にですね、G ラボウクレレを取り扱ってくださってる楽器店様のショップリスト貼っときます。もしかして皆さんのお近くの、お住まいのお近くにですね、G ラボウクレレ、試し弾きできるところあるかもしれないんで、ぜひ、ちょっと見てみてくださいねということで。はい。そんなお伝えも、そんなこともお伝えさせていただきつつ、今日のお知らせ動画終了にしたいと思います。じゃあ、横浜、張り切って行ってらっしゃいということで、はい。それでは明日予約販売なんで、皆さんチェックよろしくお願いしますね。もちろん、概要欄にその、ウクレレ販売ページ貼っとくんで、よろしくお願いします。それでは、ごきげんよう。さようなら。これ、かなり選べる設定になってるんですよ。それで、まずはですね、今言ったようなヴィンテージシリーズとかガズモデルとか、そういうものっていうのは、ガズレレ公式ホームページの下の方にですね、このバナーがあるんですけど、そのバナーを見てもらうと、詳しいそれぞれのモデルの解説があるんで、もうこっちを見てもらった方が早いかなと思うんですよね。で、それぞれのモデルの中で選べる設定っていうのがあるんで、今からですね、ちょっとそれを説明していきたいと思います。まず最初に、この初めてウクレレというウクレレについては、フレットとかそういうのは選べないんですよ。ピックアップもなしです。で、唯一大きさだけ、
これはソプラノサイズですけど、コンサートサイズがありますね。それと、販売の時に、アマゾンとかでもこれ、まあ、販売できるようになってる、チューナー付きのセットみたいなのもアマゾンではあったりとかしますね。ちょっとこれだけは、別モデルになっております。で、それ以外の G ラボの、わがままウクレレとか、初めてウクレレとか、いろいろあるんですけど、ちょっと、ざっくりですけどね、そのモデルによって、それぞれ違うこともあるんですけど、説明していきたいと思います。まずですね、サイズの違いですね。はい。これは、薄レレ、同じ薄レレのモデルなんですけど、大きさ違うでしょ。はい。コンサートサイズ、間違えた。ソプラノサイズ、コンサートサイズ。もう一個ちょっと大きめのテナーサイズっていうのがあります。ちょっと今ね、ガズの家にはないんですけど、こう3段階のセットで基調を選べるようになってて、すべてのモデルではないんですけど、一応ソプラノ、コンサート、テナーということであります。これをまず、認識していただいてもらって、あとボディの厚さっていうのがあります。まあ今見せて、見させてもらってるのは、これ薄レレといって相当薄いですよ。ちなみにですね、ここに普通の厚さのウクレレもあります。これブラックビューティーの普通の厚さ。これサンプルだったんですけど、見てください。こんだけ厚さが違うんですよ。これはレギュラーの厚さですね。この厚さもですね、皆さんのこのモデル、選ばれるモデルによっては、厚さが選べるものもあります。そしてですね、このピックアップというのを説明しましょう。ここにジャックといってこれ穴があって、ここにね、コードを挿してアンプに繋げられるっていうモデルがあります。ちょっと値段高くなりますけど、いざという時にこのマイクっていうか、こうケーブルに繋いでアンプで、PA 音響に、また、通せるよという機能をつけるかつけないか選べます。そしてですね、皆さんが気になるのはフレットの数が選べるっていうものがあるんですね。まあ、ほとんどこれフレットの選べるんですけど、見てください。普段よくガズが使ってるこれガズモデルですけど、これはですね、12フレットのモデルなんですね。そうするとここに指板がこういう風になって、ガズはここでよく弾いてるよって言ってるんですけど、これが12フレットなんです。そして、片や、ちょっとこれ限定モデルでこの販売はないですけど、10周年記念モデルなんですけど、これ見てください。フレットがここまであるでしょ。フレットの、これ、見てもらうと、フレットが、わかる？ギリギリまでフレットがあるのと、ね、ほら、全然違うじゃないですか。こっちは12フレットまでだけど、これはね、もっとあるんですよ。何フレットまであるかというと、16フレットまであります。はい。これ何が違うかというと、まあ、高音の方が弾けるわけですね、こういうふうに。ここを使いたいよという方、はい、これはソロウクレレとかなんかフレーズで上の方も使いたいなという人はフレットが打ってある方を選ぶといいと思います。まあガズはですね、基本的にあんまり上の方の音を使わないというのと、ここのね、木のここの指板の上でガズはこうストロークするのがすごくやりやすいんでね、あえてここにフレット打ってないと選んでるんですけど、これ選べるのが G ラボウクレレの特徴でございます。これいいですよね。プレイスタイルによって選べると。ざっくりですけど、モデルによってね、ちょっと色々細かい違いはあるんですけど、どうやって選ぶかというと、概要欄に貼ってあるウクレレのね、詳しくはこちらみたいな、ホームページのトップページのこのバナーなんです。ここに行ってもらうと、そのモデル、例えばガズモデルだったりブラックビューティーをクリックすると、選ぶこうプルダウンの設定で選んでいくみたいなのがありますんでね。はい、そんな風になってます。あとね、セミオーダー、G オーダーっていうセミオーダーがあるんですけど、こっちはですね、かなり自由度高く選べるようになってます。そして、私わかんないなとか、どういうのがあるんだろう、わかんないっていう風に思う方、スタッフがですね、相談に乗りますんで、お気軽にですね、お問い合わせください。どんな、お問い合わせ、プレイスタイルとか相談して、スタッフが、皆さんに助言をする、ことができると思いますんで、まあまあ、知らない、ね、選べるって言っても、どんなのかわかんないって方もいらっしゃると思いますから、お気軽に、相談していただければというふうに思います。G オーダーはですね、もう本当、ものすごい可能性があります。色ももう何十種類からも選べるようになってますからね。はい、そういうことがですね、まあさっきも言ったように、ガズレレ公式ホームページのこの辺のところにずらっと並んでますんで、ちょっと一回よく見てもらってですね、ガズレレ G ラボのウクレレのことをちょっと知ってもらうと嬉しいかなというふうに思います。はい、そんな感じで選べる喜びがあるのがね、この G ラボウクレレの素晴らしいところで、でも一個だけ、よう間違いないウクレレですから、もう最強、最強、最高のウクレレ、音がもう弾きやすさ、弦高の低さと、このプレイビリティの高さですね、めちゃめちゃいいです。一回弾いていただいた方はこのね、良さをもう分かっていただけたと思うんですけど、これ薄いんですよ。この薄さなのにこの鳴り。もちろん普通のレギュラーサイズのウクレレだったら、まあ、さらにふっくらした音が鳴るとか、まあ、いつもですね、ガズレレ YouTube のレッスン動画でこのとろけるようなサウンドを、弾いていただけてると思うんですけども、本当にね、いい音です。
良くなります。そして育てていき、いくウクレレなんですよ。ジーンズとかレザーみたいに使えば使うほどその人の色に染まっていって、やっと買った時よりもどん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 良くなってくるんですよ。いろんな音も良くなってくるし、雰囲気も丸くなってきて、とろみが出てきて、なんか